の須田ゆうかです。今日はね、じゃん、バナナが137本、6キロぐらいあるので、それを食べたいと思います。自分で数えたら137本でしたと当てると思います。でですね、かけたら美味しそうなものとかネットで調べて意外と美味しいって書いてたのを見つけたんで、それも試しながら137本食べていきたいと思います。いただきます。バナナ大好きやけど嬉しい。実はですね、これバナナって言ってもあれなんですよ、モンキーバナナ、ちょっとちっちゃいバナナにしました。はい、ちっちゃくて可愛いですね。うん、甘くてちょうどいいぐらいにね、ウレとって美味しいです。草は18個あったんですけど、今2つ食べてて、ここでね、トッピングしてみたいと思います。じゃあまずはこれです。チョコレート、バナナとチョコレートって合いますよね。おー、あんま見えないですねあー、チョコいいですね。チョコ甘いんですけど、ちょっとだけ苦味があって、で、バナナのフルーティーな甘みと合わさってよく合ってます。美味しい。次はね、キャラメルソースをかけてみたいと思います。キャラメルもいいですね。いただきます。キャラメルの濃厚な甘みがして、またこれもいいですね。次はね、メープルシロップをかけます。まあね、この辺は普通に合いそうですよね。チョコもキャラメルもメープルシロップも。はい、こんな感じですね。美味しそうです。うん、バナナにはね、メープルシロップの味になって美味しいです。いや、そのまんまやんって感じかもしれないんですけど、それしか別にいいよ。合います。とりあえず合います。メープルを絡めるとめっちゃ美味しいです。カラッとしとるシロップだから、チョコレートとかキャラメルソースとはちょっと感じが違いますね。次はね、じゃん、お塩です。バナナに塩かけると意外と美味しいらしいんですって。本当かちょっと分かんないですけど、でもネットには書いてありました。ちょっとね、バナナ100本食べるのはいいんですけどね、剥くのが大変でしたねこれいや、毎回結構思うことなんですけどね、たくさんのものを準備するまあね、美味しいものを食べるためにはね、ちょっとの苦労はねしないとねかけてみます。はい、かかってますん、よくわかんないバナナに塩味がするなって感じ。美味しいのかな、ちょっとこれよくわかんないです。私別にま、上って感じではないけど、いるかって感じ今ですね、9房残っとるから、だいたい50本は食べたって感じですかね。はい、じゃあここでですね、じゃん、マヨネーズをかけたいと思います。いや、私がマヨネーズが好きだから言ってるわけじゃないですよ。めっちゃびっくりなんですけど、ネットでバナナにマヨネーズをかけると美味しいっていうのが書いてあってね、しかもヒカキンさんもやってる動画見ました。私ちょっとやってみたいと思います。ちょっとマヨネーズはね怖いんで、とりあえず1本だけつけてみようかな。はい、果たして美味しいんでしょうか。うん、あー、まあ合わないこともないかもしれない。なんかフルーツサラダみたいな感じになるのかな。塩よりは好きかな。でもマヨネーズが好きだから好きな気がします。ありっちゃありです。だいたい半分食べましたね。数えてみたら60本あります。じゃあこのまま食べたいと思います。
なんでバナナってさ、剥くとさ、爪黒くなるんでしょうね。やだな。最後の一房です。じゃあ最後の一本いただきます。うん、ごちそうさまでした。バナナとっても美味しかったです。でもちょっとね、剥くのが大変でしたね。ほら、指がね、めっちゃ真っ黒になっちゃった。いろんな食べ方を試してみて、それも楽しかったです。やっぱりチョコレートが一番でも合うかな。でも意外だったのがマヨネーズは、私は結構マヨネーズの味が好きだから、まあ結構ありだなと思いました。で、皆さんもね、バナナは体にいいし、食べ方もいろいろあるみたいなんで、食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。これがね、今回私が食べたバナナの皮です。結構なんかこうやって見るとお猿の大群でも来たのかなみたいな感じですね。